今回の動画は中学受験の理科単元別の一問一答になります。植物の作りに関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。第1問、アブラナの花の作りで花の最も内側の作りは何ですか？答えはめしべです。第2問、アブラナの花の作りで花の最も外側の作りは何ですか？答えはガクです。第3問、めしべの先を支える部分を何と言いますか？答えは花柱です。第4問、めしべの先の部分を何と言いますか？答えは柱頭です。第5問、めしべの根元の膨らんだ部分を何と言いますか？答えは子房です。第6問、めしべの元の部分の中にある小さな粒を何と言いますか？答えは胚種です。第7問、おしべの先の小さな袋を何と言いますか？答えは葉区です。第8問、花びらと呼ばれる部分は何ですか？答えは花弁です。第9問、花弁が互いに離れている花を何と言いますか？答えは離弁花です。第10問、花弁がくっついている花を何と言いますか？答えはゴム弁花です。第11問、めしべの根元の膨らんだ部分の中にある小さな粒を何と言いますか？答えは胚種です。第12問、めしべの先に花粉がつくことを何と言いますか？答えは受粉です。第13問、めしべの先に花粉がつくとめしべの元の部分は何になりますか？答えは果実です。第14問、めしべの先に花粉がつくとめしべの元の部分の中の小さな粒は何になりますか？答えは種子です。第15問、種子ができる植物を何と言いますか？答えは種子植物です。第16問、虫によって花粉が運ばれる植物の花を何と言いますか？答えは中梅花です。第17問、風によって花粉が運ばれる植物の花を何と言いますか？答えは風梅花です。第18問、植物の葉に見られる筋のような作りを何と言いますか？答えは葉脈です。第19問、ホウセンカの葉に見られる筋のような網目状の筋を何と言いますか？答えは網状脈です。第20問、ツユクサの葉に見られる筋のような平行になっている筋を何と言いますか？答えは平行脈です。第21問、ホウセンカの根に見られるような太い根を何と言いますか？答えは手根です。第22問、ホウセンカの根に見られるような太い根から出る細い根を何と言いますか？
答えは、ゾッコンです。第23問。露草の根に見られるような、広がった作りをしている、たくさんの細い根を、何と言いますか？答えは、ヒゲ根です。第24問。根の先端近くに見られる、細い毛のような作りを、何と言いますか？答えは、根毛です。第25問。ホウセンカとツユクサを、発芽の時の子葉の数で分類するとき、ホウセンカは何類に分類されますか？答えは、草子葉類です。第26問。ホウセンカとツユクサを、発芽の時の子葉の数で分類するとき、ツユクサは何類に分類されますか？答えは、男子葉類です。第27問。松の雌花の、鱗片についている、受粉後に種子となる作りは、何ですか？答えは、胚種です。第28問。松の雄花の、鱗片についている、花粉が入っている袋は何ですか？答えは、花粉の羽です。第29問。松とアブラナは、花の作りの有無で分類することができます。何という作りの有無で分類されますか？答えは、脂肪です。第30問。松とアブラナは、花の作りの有無で分類することができます。松は何植物に分類されますか？答えは、裸子植物です。第31問。松とアブラナは、花の作りの有無で分類することができます。アブラナは何植物に分類されますか？答えは、皮脂植物です。第32問。ワラビやスギナの仲間を、何と言いますか？答えは、シダ植物です。第33問。ゼニゴケやスギゴケの仲間を、何と言いますか？答えは、コケ植物です。第34問。ワラビやゼニゴケの仲間は、何で仲間を増やしますか？答えは、胞子です。第35問。ワラビやゼニゴケの仲間について、仲間を増やすためのものは、どこに入っていますか？答えは、胞子の尾です。第36問。増え方で、稲、朝顔、桜、イチョウと、犬わらび、ゼニゴケに分類しました。前者は何で増えますか？答えは、種子です。第37問。増え方で、稲、朝顔、桜、イチョウと、犬わらび、ゼニゴケに分類しました。後者は何で増えますか？答えは、胞子です。第38問。花の作りで、稲、朝顔、桜と、イチョウに分類しました。前者にあって、後者にない花の作りは何ですか？答えは、脂肪です。第39問。子葉の様子で、稲と、朝顔、桜に分類しました。前者を何類と言いますか？答えは、男子葉類です。第40問。子葉の様子で、稲と、朝顔、桜に分類しました。後者を何類と言いますか？答えは、草子葉類です。第41問。葉脈の様子で、稲と、朝顔、桜に分類しました。前者の葉脈を何と言いますか？答えは、平行脈です。第42問。
葉脈の様子で、稲と朝顔、桜に分類しました。後者の葉脈を何と言いますか？答えは、毛状脈です。第43問、根の様子で、稲と朝顔、桜に分類しました。前者は、どのような根を持っていますか？答えは、ヒゲ根です。第44問、根の様子で、稲と朝顔、桜に分類しました。後者は、どのような根を持っていますか？答えは、主根と側根です。第45問、花弁の作りで、朝顔と桜に分類しました。前者の花を何と言いますか？答えは、ゴム弁花です。第46問、花弁の作りで、朝顔と桜に分類しました。後者の花を何と言いますか？答えは、リベンカです。第47問、スギナとゼミゴケは、何の区別の有無で分類できますか？答えは、根、葉、茎です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。またねー。